はい、というわけでスポーツ受演さんの第2弾ということで、まずはバッティングを見ていこうと思います。それではいきます。でまずこんな感じで、いっぱいあるんですけども、晴れでしょ、晴れでしょ。これスパイダーズっていう、外国のね、アメリカのバッティング手袋なんですけど、これとんでもなく、柄が多くて、赤があったりオレンジがあったり黒があったりね。でこっち行くと青があるんですけど、これライト結構エグいですよ。これはマストフェペーン宇宙柄みたいな感じになってまして、めちゃめちゃ派手でしょこれ。スパイダーズエグない、これやばいっす、やばいでしょ。で、まだこれでもうこれで終わんないっすよ。だってこれですやば、はい、スパイダーズスパイダーズやばくないこれすごいでしょ。これわかる、柄がとりあえずエグいっす。これなんかもう目移りしちゃうよ、もうえーってなって。目立ちたがりにいいんじゃないですか。目立ちたがりのやっぱ翔平くんにはいいかもしれない。そうですね。スポーツ受演さんすごいの置きますね。で、この手のひら側はこれね、多分だよ、多分聞いてないからわかんない。触った感じカッターズってあるじゃないですか。あ、はいはい。もともとグリップ力のあるあれがついてるやつ、それが至るところにこうちょっとずつあるような感じ。これ多分グリップ力結構あるやつなんだと思います。まだあるよ、まだあるよ。うわぁ、紫、今度紫、また派ですね。紫あってでなかなか紫はないですよ。そうです、はい。しかも紫と白ですね。だいたいお値段がね、6,696円、あ、税込みだそうで、それぐらいです、まあ、それぐらいですよね、はい。まあ、結構いい別のメーカーさんのバッティング手袋も、まあ、それぐらいすると思うんですけど、プラスこのデザイン、斬新なね、派手派手な目立ちたがり屋の野球人はこちらをおすすめします。なるほど、はい、大のことか。イコール翔平 TV も買わなきゃいけないという紙面ですけど、僕はお金がないので買えません。でこちらフランクリンですね。フランクリン、これ結構みんな知ってるんじゃないですかね。メジャーリーガーが結構使ってるバッティング手袋なんですけど、まあ、なんといってもこの色の種類がすごいし、この辺行くとさ、ほら、わかる、アルトゥーベムーンだっけ、アルトゥーベが使ってるやつかな、確か。どうすか、かっこいい、かっこいいですよね、はい、うん、かっこいいし、普通のやつも結構派手で、そう、派手だし、全体的に。で、これメジャーリーガーの使ってるやつなんですけど、もう本当に派手な、ね、かっこいいのばっかりあります。はい、アシックスさん、カッターズさんありますね。で、ミズノもあります。ミズノパワーアーク。で、これアディダスですね。アディダスのバッティング手袋。これもなんかさ、かっこいいくない？かっこいいですね。やばい。これとかもかっこよすぎる。で、この下行くと、Z がありますね。はい。インパクト Z。ダブルベルト、これ。ダブルベルトっすね。はい。これは1個かな？これは普通に1個の1個ですけど、これダブルベルト。こっちですね、こっち。こっちはグリップですね。グリップ、リザードスキンズのグリップがめちゃめちゃ、豊富に揃っております。下行くと、このおしゃれにかっこよくと。こういうかっこいいさ、柄がちょっとこう、今までいない感じの柄になってて、ほら。はい、こちら、オイルコーナー。グラブ磨きコーナー行きましょうか。で、まず気になったのが、これラナファーって結構もう、1年2年ぐらいずっと前にね、いろんな人が紹介してますけど、革製品を磨くやつというかやつなんですけど、余談ですけど、とあるね、とあるスポーツ屋さんの奥様がスーパーで買って靴をこう磨いてたらしいんですよ。それがラナパーだったっていう話で、まあ、ウェイクと水野プロさんのまあグローブオイルやいろいろあるんですけども、下行くと総攻守、これも水野さんですね、うん。はい、で、この Z が多分結構多いんじゃないですかね。 Z のこの一覧丸々 Z っつね。そうっすね。そうで、最近推してんのがこの Z さんの革命、川命と書いて革命というやつなんですけど、2種類あって、汚れ落としのやつとオイルが染み込まれている、うん、なんですか、ウェットティッシュみたいなやつなんですけど、が2種類あります。で、これ普通のほら、手を拭くようなウェットティッシュだと思うじゃないですか、はいはい、じゃなくて、汚れ落とし用のウェットティッシュ、パッてやるのに便利そうですね。そう、わざわざさ、例えばこういう、なんかタオルとオイルをこうピッてやって拭くんじゃなくて、もうこれ取るだけでもうすぐ拭けるような
や便利ですね、気軽な感じ で自分もちなみにこれ持ってるんですよ。はいはい。でグローブこうあの試合終わった後とか行ってやるんですけど、結構手軽でいいです。へー。可愛いの人がいて革命っていうこのこれがとても僕はおすすめです。もし見かけたらちょっと手に取って見てもらって、お値段1000円ぐらいなんで、うん、もう余裕があればあのちょっと買って使ってみてほしいなと思いました。はい、はい、そんな感じで、本日はジュエンさんの、商品をね紹介しました。もし、お近く通る方は上野にありますスポーツジュエンさんに来てみてはいかがでしょうか。はい、ということでチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、OK、 よし、よし。 I'm not afraid of the dark.